どうもこんばんは、羊の実況部屋、フラッフィーナップへようこそ。ゆっくりしていってくださいね。はい、ということで、今回も When the past was around、 過去といた頃、続きからやっていきたいと思います。はい、まだね、パート1、パート2見てない方はそちらから見てもらえると、こちらの動画、もっとより楽しめるかなと思うので、ぜひそちらから見てみてください。はい、こっからですね。はい、では早速やっていきましょう。はい、ということでやっていきますか、早速。はい、もらいます。あ、なるほどね、鍵をもらうと。 OK ですよ。さあ、見れるとこは見ていこう。ここか？ん？なんだ？あ、なんかゲットしたね。なんだろう、これは。コップかな？コップを注ぐと、じゃあ。そういうことですね。やはり。いいね。これを、お花かなんかにあげんのかな？飲むってことはないよね、多分ね。こっちは特になんもない。あ、やっぱそうだね。あの枯れた花にあげるのかな？そうだね。ここはあんま難しいとこじゃない。オッケー。なんか咲いたね。これでいいのかな？ん？あ、鍵あるね。ありました。よっしゃ。さあ、こっからが本題ですからね、皆さん。オッケー。おう。真っ黒くなっちゃった。そう、前回は、どこまで、あ。鼻歌当たった。あ、かわいい。そう、この枝。20代女性の枝のお話です。素敵。そして、オールとね。この、フクロウの、イケメンフクロウのオールと。まあ、幸せな過去だね、これは。そう、オールが死んじゃうんだね。なんだなんだ？何ですか？さあ、見ていこうか。花を。はいはいはい。OK。この謎解きね、意外と難しいんですよ。こんなおしゃれな絵してるけど、実は難しい。お、あるね。マッチをゲットしました。マッチです。はい、そして折り紙。あ、いいね。めちゃくちゃゲットできるじゃん。あ、じゃあマッチつけんじゃね？これ違う？オーケー。あ、まだ使える、マッチ。お、お、お。おー、またコップだね。すごい。さてさて。他は？一つずつしっかり見ていこうね。ん？あ、なんか、何した今。あ、取れる。コップを取れると。あ、これをじゃあ、ここか。で、注ぐと。違いました。すごいな、全部。ん？あ、そういうこと？へい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 。へいへい、とか言って。うわ、なんだなんだ。ちょっとやばい。やばいことしてる。こんなん美味しくないに決まってんじゃん、絶対。いや、誰が飲むんですか、こんなの。まずいね、こんな。一回捨てないと。汚い。いや、って、まだ、なんかどっかにヒントがあるはず。さあ、ゆっくりね。ゆったりとやって、うーわ、出た。このパターンね。わかんないんだよ。数字系苦手。なんかどっかにヒントが隠れてるのかな？あ、これか。あ、はいはいはい。このコップだ。コップ。じゃあ、これは、牛さんってことは、ま、今年の干支ですね。牛。牛ですよ、牛。ってことは牛乳だから、牛乳とこれなんだろう。なんか豆みたいなのあったっけ？一回、行ってみようか。これと、あ、豆の絵柄書いてある。これだ。これですね。はいはいはい。じゃ、コーヒーメロクを作ればいいと。そういうことですか？こっちか。はい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 。OK。これで、注ぐ。で、持っていく。はい、OKOK。そして、枝の方は？
井戸はなんだこれは。何ですかこれは。葉っぱ、葉っぱとお花あったっけそんなの。葉っぱと、あ、あるあるある。あるね。あるね。いいね。ってことは、これをここと、あれなんだっけ花だよね。これか。あ、間違えた。どこに入れとるの？こっちよ、こっち。オッケー。それを、注ぎ。あ、完成。素晴らスイートです。これを、ここ。あれ違う？なんだ、なんだ？あ、そこに乗っければいいんだ。ん？あー、はい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 。オッケーオッケー。こっちか。はい、オッケー。綺麗な手。オッケー。このオールどうなってんだろうね。どこまでが袋なんだろう。お、なんか出来上がった。美味しそうだね。クッキーかな？いいね。なんか、午後のまったりとした、ティータイムですか？ん？なんだ？またなんか持ってこいと？クッキーを持ってこいと。はいはいはい。これをここに置けばいいのかな？はい、お待ちどうさまでーす。何ですか？あ、なんか食べて、あ、食べてる食べてる。え、何？いいの食べて。あ、やばい、一枚喧嘩になるやつ。さあ、どっち？ここはね、やっぱオールは男だから。がっつり食べるよね。あ、素晴らしい。さすがその、ね、もう僕その発想がないだけでもうほんとクズですよ。え、これ何？食べただけでいい？え、何？野草。うわ、野草。あ、もう最高。素敵。あ、もうキュンキュンする。あ、キュンキュンしてきた。ああ。いや、もう素晴らしいね。こんなティータイム。あ、懐かしいカメラ。チェキじゃない。チェキのめちゃくちゃ初期版みたいなやつね。進んでるけどいいのかな。すごい。わお。素晴らしい。そう、バイオリン、二人ともバイオリンやってるんでね。わあ。オール。オール、ちょっと上着脱いだ姿見てみたい。お、なに？すごいすごい。なんか、どこでも、某どこでもドアみたいなの出てきた。すごい。オール。すごいじゃん。え、いいのこれ進んでいいのかな？いろいろ解決してないよね。大丈夫かな？この謎は後からでいいのかな？とりあえず行くよじゃん。いや、素敵。もう何この二人、超幸せそう。絶対幸せじゃん。オール、なんで死んじゃったんだよ、お前。もう。置いてくなよ、こんな可愛い子。すごい。オール、断固として脱がないの、上。熱くないのかな、マフラーなんかして。さあ。これもなんか拾ってこいってことだよね、多分ね。どっかにあるはず。はい。これ、サンゴ。サンゴ、サンゴの絵柄あるね。あ、花もある。あ、ここで使うのね。はいはい。OK。ここにはなんかあるね。人手。人手ですよ、人手。触ったことありますか、皆さん。人手ね、僕触ったことないんですよ。ちょっとね、勇気がなくて。なんか、やだ。なんかやだとか言って。いや、可愛いですよ。可愛いんですよ。はい。めちゃくちゃ可愛いですよね。人手は。ん？あー、詰めてあげると。オール、粋なことしておるね。ん？何ですか？ここになんか立てるのかな？ここは？わ！何これ？あれじゃんね。あるよね。こういうアイスでね。わ！最高。もう、やってみたい。僕、友達いないからこういうことやったことないんだよね。はぁ、あ。わ！あ、これ当たってんじゃない？これ当たりじゃない？当たり。なんか書いてあるよね。お、いいねえ。と思いきや、何ですかこの謎の暗号は。ん？待って、これあれじゃない？
あのさっきの数字のとこじゃない？もうやだ、なんでこんなとこに暗号書いてあるの、やめて。さて、他は？あ、旗あるね。これ多分あれだよね。すごい、もう、ま、持ち物が。旗はあそこかな？あの、砂のお城のとこでいいやね、多分。あ、なんだなんだ、引きちぎった音がした。あ、旗ですね。なるほど、じゃあ2本あそこにつければいいの。あ、で、こっから戻れると。いや、もうこのドア欲しいわ。最高じゃん。オッケー。じゃあ、とりあえず、ここに、つけちゃおう。はい。ん？違う。あ、オッケーオッケー。こっち。はいはいはい。この、お子様ランチみたいなやつね。うおーうおーうおーびっくり。こんなとこに？いやいや、そのまま持ってくんかい。あそこに、そこに隠すんけ。それは、何ですか？卵と間違って育てたのかな、ホタテを。いやいや、面白っ。ここ全部揃ってるよね。ここに、どこだ、ここに、はい。なんだっけ、ホタテと人でね。はい。ホタテと人で。ああ、素敵。素敵やん。で、これは揃ってる。こっちか。エダちゃんは？え、エダちゃんが揃ってるよね。何？もう詰まってるよね。あ、これ全部入れんのか。そういうことね。はいはいはい。オッケーオッケー。いやー、なんか海外っぽいね。日本人ってあんまこういうことしないよね。てか、どうやって入れたんだろう、あの瓶の中に。何？うわ、何？うわ、いや、めちゃくちゃ絵うまい。too all。 やば、いや、最高じゃん。何？流すんだ。はい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 。いいなぁ、うわ、楽しそう。うわ、待って、現代じゃん。結構現代っ子。自撮りするって。かわいい絵だ。絵がかわいい。待って、今気づいたけど。いや、もともと気づいてたけど。絵が可愛くね？めちゃくちゃ可愛いよね。お？勝ち上がった。瓶流すのかな？もう流したのかな？このオール何者？いや、すごいな。またどこでもドア出てきたんだけど、これ進んでいいの？めちゃくちゃどんどん進むじゃん。行っちゃうよじゃん。まだあそこのね、パスワードみたいなとこ、鍵、数字の謎が解けてないから。これからなのかな？あとあのアイスの棒もよくわかんなかったし。うわ。いやーもう何？次は、海の次は山ですか。もういろんなとこ行けて最高じゃん。もう大人のデートですね、もう。ん？お、なんだ。なんだこれは、焚き火と、星座と、あれはね、風車かな？はいはいはい、とりあえず一つずつやっていこう。ここ何も取れないじゃん、見るだけ。待って。めちゃくちゃむずそうじゃん。あ、レンズがないと。え、これさ、これじゃね？違う。違うわ。違いました。ごめんなさい。なんだな？ここは？特になんもない。あ！星座？なんか関係ありそうだけど、ちょっとわかんないな、まだ。あ、バスの中乗れる。あ、なんか出てきた。お！あ、来た来た来た。このレンズ使い回すんだ。おおお、なんだなんだ？ 1,2,3,4,5。1時15分、1時30分。お、なんだ？なんだなんだ？おおおお。1時15分、なに、なにこれ？え、ちょっと待って、むずくない？あ、できた。え、なになに？あ、折り紙せいってこと？そういうことかい。待って待って待って、なに？ハサミで？ハサミ？
え、何？めっちゃむずくない？これ。急に難易度ドカ上がりしてんだけど。で、これは何？あ、鍵？はいはいはい、そっか、さっき時計ついてたもんね。うわ、待って、ちょっと。どうしよう、どっからやっていけばいいんですか？ちょっとパニック。プチパニック起こしてるけど。とりあえずここにつけてみようか。何かが見えるかもしれない。見えた。星座だ。ただ何をすればいいんですか？マッチですか？違う。え？あ、色ついた？もしかして。星座見れたって成功したってことでいいのかな？あ、マッチ。はいはい。ここね。オッケー。ん？オッケー。マッチ使い果たした。オッケー。音符に変わった。ん？あ、ってことは星座はまだってことか。なぬ？やばい、むず。あ、待って、ここになんかある。なんだ、これは。なんですか、この木の枝は。これは、ああ、数字が書いてあるね。これはとりあえず、あ、でも、ん？ああ、はいはいはい。じゃあ、これを1時15分だっけ？え？なんだ？え？いじれるのはここだけなの？あ、なに？ここだけ？マジか。じゃあ、5番、ん？ 5 番だけやればいいってこと？5番は何時かってことかな？じゃあ。うわ、ちょっと待ってくれ。なんか、星座出てんじゃん、ここ。これダメなの？どっから処理すればいいんですか？洒落たゲームなのに難しいよね。この箱の中になんかハサミ入ってそうだけどな。ただ、開け方がわからないと。いや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 、これむずすぎるね、今回。日が暮れちまうよ。なんでしょうか？え？ああ、動かせる！動かせるよ！あれ？なるほど、右スティックで動かせるのか。何これは？どうすればいいの？合わせればいいの？合わせればいいのか？あ、待って、点ある。来たー、スズメ。スズメ座、完成。オッケーオッケー。あ、なるほどね。合わせていくと。いや、これわかんないわ。こんな動かせるんけ。いや、すごいな。じゃあもう一回点を探せばいいのかな。あった。あったあったあった。オッケー。あ、袋。袋だ。袋じゃん。来たー。ラスト、風車、ちょっと待ってくれ。これがわからんのよね。え、もうだってさ、結構さ、一通り見たよ、僕。これ多分ここに風車つけるんだろうね。一通り見たぜ、これ。だいぶやってますからね、もう。かなり。かなりやってるからね、僕。待って、このメモの意味がわからんのよ。これは作り方だもんね。だから、ハサミ。ハサミをゲットしなきゃだし。ええな。二人楽しそうでいいんだけどさ。ちょっと助けてよ。これ何なんだろうな。これ、1時間ってこと？ 1 時15分、1時30分。なんか、15分ずつ増えていくってこと？ 1 時15分、30分、1時45分 ?3 番はってことは。で、2時間、2時間15分ってこと？ 2 時間10、違う、2時15分ってことか。2時15分か。違いますか？2時、あれ僕今なんて言った？ 2 時15分って言ったよね。もうすぐ忘れる。あれ？違う。違うっぽいね。何も起きないもんね。なんだろう。ちょっと適当にやったら当たんないかな。わかんない。ここわかんないわ。
5時。じゃ他のちゃんと見てみるか。1、2が8時、8時20分。8時20分。いや、待って、全然わかんない。意味がわかんない。弱ったね。これ進まんぞい、これは。これはまた難しいね。あ、待ってよ。1、2。あれ、1何時って言ったっけ？ん？ 1 が、1が9時35分でしょ？で、2が8時20分。あ、待って、これさ、1から2は、これ9時35分。ちょっと待ってよ。すごい、もう頭がパニックって。8時。あ、ほら、そうだよね。1、この1の時計の1時間15分前が、1時間15分前が 2のこれだよね。8時20分だよね。あ、そういうことか。ん？ちょっと待ってくださいね。あ、わかったかも。え、待って。そういうことじゃない？わかった。これどう説明すればいいんだろう。だから、これは、1時15分じゃねえんだ。1時15分じゃなく、1時15分前の時間がこれ。さらに、じゃあ1時間30分前。この、8時20分から1時間30分前は、となると、1時間30分前だよ。だから、8時20分、7時20分の、30分前だから、7時20分で30分前。ってことは、ここなのよ。ほら、6時50分。来た、これ。来たよ、これ。ってことは、これは、1時間30分前。はいはい。が、6時50分だったんですよ。はい。どうすればいいの？どうすればいい？1時間45分前ってこと？いや、もうわかんない。頭悪い人には難しすぎます、これ。だからここから、次何時になってるかを見ればいいんだよ。6時50分から、これ5時5分？ってことは、6時50分の、1時間前、5時50分の、あ、5時50分の、45分。はい。が、なるほどね。ってことは、15分ずつ増えてたんだから、2時間前。よ、これ分かったかな？2、4、これ今5時5分の2時間前でいいんだ。2時間前が、3時5分でいいのかな？これどうですか？あ、やった！なるほど。わあ、めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しいんだけど、これ、皆さん分かりました？皆さん分かってるよね、多分ね。うわ、ちょっと、超嬉しい。これ、一回ちょっと休憩させて。やばい、これは分かんないわ。もう、僕、バカだから、そんなん数字やめてくれ。さあ、やっていこうか。休憩も。少しね、水飲んで休憩しました。はい。で、ハサミゲットと。うわぁ、これは難しい。もう何時間やったか分かんないぐらいやってる。ここだけで。やば。はいはい、じゃあやっていこうか。切り込みを入れていけばいいんだね。切り込み入れちゃえばいいってことだ。はいはいはい。あ、もう使わないと。ここ？はい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 。で、2。はいはいはい、合ってるよね。で、ここか。あ、できた。できた、できた。できたよ。うん、なんだ？あれ？うわ、なんか必要じゃん。どこにあった？そんな、もう。次から次へと。難題が。あれ、なんかあったっけ？なんか取り忘れた？あ、あ、パンある。ん？絵だって書いてある。
なんだ、何このケチャップで。サンドイッチにエダーって書いてある。これよく文字潰れなかったね。え？何ですか？これ、でも関係あんだよね、多分。待って待って待って、もう謎が多すぎよ。次から次へと。いやもうこれも解決してないしね。あ、待って。あ、エダーってあるじゃん。うわ、待って待って待って、来たかも。いや、来てない。待って、違う。これさ、やっぱさ、あれだよね。あの、さっきの、左のさ、部屋の、文字、じゃね、数字と一緒だよね。1、2、3、4、5、ほら、6、7、8、9、0。ってことは、A だってあったよね、さっきね。A だを押せばいいんだ。A だ、ここだ。1、2、3、7、2、3、7。はいはいはい。A だから、2、3、7、これ。うわ、違うんけ。うわ、違うわ。なんだよ、全然違うじゃん。マジか。いや、違う。嘘嘘嘘、待って、待って待って。順番、違ったっけ？ A だ。いや、合ってるよね。7、2、3。じゃないの？ A だ。あ、待って、これ、あ。なるほど。これか、あの、ドットマーク。あの、ピリオドがついてるわ。うわ、そういうことか。ピリオドもつけなきゃってことか。あるね、あるね。ってことは、7230。7230。7230。カモン！来たー！来た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 ー！バール出てきた！物騒なのが出てきたよ、こんなところに隠して。多分、防犯用だよね、多分ね。多分、あの箱を開けると。そしたら中にピンが入ってる。はず。頼むぜ、エダちゃん。エダ、頼む。ん？来た来たー来た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 ー、さあ、完成だ。どうですか？はい。OK。で、このボッコだよね、多分ね。いや、完璧。うわぁ、長かった。長かったよ、これ。もう、溶けよ。おぉ、なんか。すごい。なにここ。もう、世界観最高。本当にね、もう、謎解きがね、こんな難しくなかったら、世界観最高なんよ、これ。うわぁ。でもなんか、疲れたけど、癒されるね、こうやって、改めて。この、枝たちを見てると。素敵やん。うわ、来た。これがクリアの合図なんですよね。そう。この羽が、とりあえずこのステージクリアっていう合図なんですよ。え、オールが鳴いた。声まで、フクロウなんだ。いやー。いやいやいや、よかったよ。ん？バイオリンが。あ、すごい。なんていうのこれ。なんていう楽器だっけ、忘れた。ええだ、頑張れ。いやー、かわいい。いや、まあ、この二人ほんと癒し。いや、音楽も最高だよね、これね。うわぁ。疲れも一気に癒されますわ。あ、オール？嘘？オール？嘘でしょ？あ、現実世界に戻ってきたね。多分今のは過去の記憶なんだよね。わぁ。エダは大丈夫？悪い夢を見てたのかな？夢っていうかまあ過去の記憶を思い出しちゃったのか。わ、暗くなった。なんだ？これは、
ああ。え、これ、どうなったの？あ。電気をつけろと。ああ、なるほどね。はいはいはい。ここか。OK。おお、明るくなった。で、またオールが。あ、羽だ、次。うわー、待って、これ、もらっちゃうと多分次のステージ行っちゃうから。え、ちょっと今日、もっとね、もう、ワンステージぐらいやろうと思ってたけど、あまりにも、時間かかりすぎちゃったんで、今日はここまでにします。ごめんなさい。いや、進み悪いよね、ちょっとね。テンポアップしていかないと、これ、今回ちょっとこんな手こずるとは思わなかった。マジか。進みたかったな。いや、でもこれ以上やっちゃうとな。動画長くなっちゃうんで、今日はじゃあ、すいません。ここまでにします。はい。ごめんなさい。はい、ということで、すいません、今日はなかなか進めなくて申し訳ないです。いやー、あの謎、でも難しくないですか？あれちょっとそんな、すぐに解けるもんじゃないよね。だってあれ、あの1時15分を、1時間15分前って最初に読めますかって話ですよ。いや、読めんのかな、みんなは。どうなんだろう。僕がバカすぎるだけなのかな。まあいいや。はい、とりあえず。今後の展開またどうなっていくのか楽しみですね。うん。オール大丈夫かな？いや大丈夫じゃないんだけどね。エダはこういう暗い過去を抱えてる女の子なんですよ。まあ、暗い過去を背負ってエダはね、どう強く生きていくのかっていう、どう克服していくのかっていうのがあれなのかな、本質なのかな、このゲームの。よくわかんないけど、ちょっと、うん、僕の解釈が間違ってたらごめんなさい。はい、また次回もお楽しみにということで、まだパート1見てない方はそちらもぜひ見てみてください。はい、この世界観めちゃくちゃ素敵で素晴らしいです。はい、ということで、エダに俺も惚れちまったっていう方はチャンネル登録高評価どうかよろしくお願いします。 Twitter、インスタもやってるので、動画説明欄、概要欄などその辺から、はい、フォローよろしくお願いします。動画説明欄にこのゲームの再生リストを載せてあるので、ぜひ見てみてください。はい、あと他の動画もね、ぜひご覧くださいと。はい。最後までご視聴ありがとうございました。エダは果たして暗い過去と向き合い強くなれるのか。ではまた、良い夢を。